どうも、ウマズです。はい。ということで。ということで。いや、初めてですよ。本当に。初セーラース。いや、本当に。だから動画でさ、編集とかして見せたわけ。コーデ企画とかさ。あとは、まあ、将軍が紹介してくれた回ってやつだよ。ついに。で、高円寺来るのだからめちゃめちゃ正直久しぶり。そうか。高円寺やっぱいいよ、ね、うん、なんか、ね、古着といえばの街だし、うん、なんかさっきここ来るまでにちらっといろいろあれですけどさ、うん、いっぱいあるし、そういっぱいある、うん、なんかテンションが上がる、シンプルに。そう、そうね、その感じはある。はいや、まあ早速ではありますが、はい、まあちょっと中入ってもいいですか。あ、じゃあご案内、ここがよろしくお願いします、はい、ちょっとはお願いします。はい、じゃあ行きましょう。失礼しますね。持ったけど後輩に取られた。女の後輩に取られた。それはまあいいじゃん。ちょっとさ、俺向こうも行ってみたいんだよ。そう、あっちの方がね、あれゴリゴリ系だから。セーラーズの店長さん、あ、なんとおっしゃる、あ、渡辺さんで、はい、よろしいですか、ね、まあ、よく鍋って思ってます、ね、あー、鍋さんで、じゃあ鍋さんで、よろしくお願いします お願いします。で、今日はね、まあ、いろいろと、まあ、セーラーズさんについても、まあ、鍋さんについてもいろいろとお話を聞ければなというふうに思うんですけれども、まあ、早速ね、一つ目の質問として、はいはい、今このお店にある中で、なべさんの今一押しのアイテムとかっていうのは、これは今年いいぞっていうそうですね、ですよね。少々お待ちください。ぜひ、はい、ぜひ。ってことで、ちょっとこうおすすめ商品といいますかね、今年ちょっとこれを推していきたいなっていうので、今年やっぱチルデンのニットですね、うんうん、まあこれ も美味しい、ね、そうなんですよね、かわいい、ね、これラルフローレンの、まあ、チャップスラインのところになるんですけどね、うん、ラルフの中ではちょっと高級路線ってありますけれど、タグ付きのデッドストックで購入化してまして、やはりサイズ感もちょっと今年っぽいようなちょっとビッグサイズだったりとかっていう感じでね、こう皆さんに着こなしてもらえる、まあちょっとストリートな着こなし方だと、なんかパーカーをインナーにしてもらってフード出してもらうだったり、まあちょっとこうカジュアルに着こなしたいよという方でしたら、まあシンプルにタートルネックなんかとこう着てもらうと、この辺なんかはすごくこうかっこよく決まるかなっていう感じですね。しかもラルフローレンという皆さんが知ってるブランド、うんうんうん、まあ、安心して来てもらえるかなっていう、確かに確かに、このね、なんか馴染みある感じでこう来てもらえるかなっていうので、今年はちょっとこうチルデニットなんかをねおすすめしたいなっていうアイテムがございます。いいな、はい、実際古着屋の店員さんから見て、はいはい、まあ、こんな風な着こなししてほしいなとか、うん、今こういうのがおしゃれなんじゃないかなっていうのなんかアドバイスみたいなのがあれば、そうですね、全然個人的に全然、ね、俺はこれが好きだぞ、そういうの全然含めていただいても大丈夫なので、まあなんか僕からするとちょっと僕今日こういうちょっとかっちりめな格好してますけど、やっぱちょっとストリートな、なんかスケーターファッションじゃないですけど、やっぱそういうのも好きで、でもなんかうちに来ることによってそういう子たちがちょっとこうヴィンテージ触ってみようかなとか、うん、っていうのにもこうなんだろう、次へのこう一歩こう踏み出せるじゃないですけど、はい、っていうのもあるので、やはりちょっと今年おすすめしたいというか、こういうの着てほしいなというか、なんだろうな、こうヴィンテージもちょっとこう取り入れてほしいなって、なるほど、ね、うん、やはりレギュラーだけではなくて、まあシャツ1枚でもいいし、なんかこうパンツ1本でもいいし、こうヴィンテージっていうのをこうちょっと着てもらえればなっていうところはね、個人的にはこれいいなって思うんですね。アイテム、そう、ワンアイテム、ありがとうございます。いえいえ、で今後、まあ、このセーラーズのお店として、はい、まあ、鍋さん店長という立場から、はい、まあ、今後の目標というか展望的なものがあれば、ね、ちょっとお話し聞きたいなと思うんですけれども。まあやはり。なんでしょう、こう古着のブームというか、今すごい古着を注目してくれる大学生だったりっていう方が多いので、
やはり古着といえば高円寺、うん、で高円寺といえばセーラーズっていうふうにこうね言ってもらえるような、やっぱり駅からも近いですし、そう皆さん結構1店舗目でうち入ってくれる方多いんですけど、やはりうちで決めてもらってもうすぐ帰ってもいいぐらい、やっぱりそれぐらいのセーラーズに行けば間違いないみたいな、もうここ1店舗だけでいいよみたいな、オールジャンル揃うしここだけでいいよっていうのであればね、そういうふうなお店作りをこうしていきたいなっていうか、なんかもうまあ他は回る必要ないって言ったらあれですけど、まあ街がいいから回ってほしいんですけど、やはりこううちでこうね全部収めたいなっていう感じで、そういうお店作りを今後はやっていきたいなっていうふうに思いますね。ありがとうございますということで、まあセーラーズさんの店舗、まあ店長さん、鍋さんについてもね少しねお話しいただけたんですけど、ここからはさらに深くカツオの方から、私カツオが掘ります。はい、ということでカツオの歌になってきたんですけれども、あの服屋じゃなくても鍋さん店長についてちょっとこう聞いていきたいなと僕は思っていて、服に興味持ったきっかけとかって何だったんですか？でも何でしょう、もともとこう自分地元が宮城県仙台市でして、まあ宮城にも古着屋さんっていうのはこう町の中にはたくさんありまして、学校帰りにフラッと寄れるっていうのはやっぱりこうね高校生なので、やはりお金もちょっとこうない中で何をこう着ていこうかなっていうのでこう触り始めたのが古着だったっていうところが一つ、まあ、あと高円寺を知るきっかけになったのはやはりこう社会人になってからこう東京銀行に出てきた時にちょっと高円寺行ってみようかなって、古着って調べるとやはり高円寺ってこうね関連ワードじゃないですか出てくるので、やはりそういうところでこう高円寺に一回来てみた時になんかこう、あこの街すごいなみたいな、なんだろうこう、あこう楽しいなみたいな一目で分かるような楽しさの街だったので、やはりなんかそういうところからこう古着っていうのにこうどっぷり使っていく、ハマっていくようになったきっかけではありますかね。はあ、最初じゃあ服屋じゃなくて、うん、そうですね、もともとこう高校卒業してからまあ某一般企業の、はい、まあいわば工場とかですよね、のにこうちょっと勤めてまして、はい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 、それがこうなんだろう、その休日に高円寺に来たことが、そう一つこう古着屋さんやりてえなっていう、こうなんかこうやっぱこういう仕事もいいけどやっぱ古着屋さんとかの方が絶対楽しいよなっていうのがあったので、なんかそこでこう転機があったっすね、一つ。そっからじゃあもう本当に古着でじゃあ職に就こう、そうですね、もうそこからちょっとこう頭切り替えてこう働きたいから履歴書書いてちょっとこう持ちながら高円寺回っててっていう感じで、最初はもう本当にアポなしで、そうっす、そうもうなんか雇ってください、そうっす、うちももともとこうなんでしょう、募集をかけてなかったんですけれど、履歴書持ってすいませんみたいな、ちょっと働きたいんですけどって言ったら、こうオーナーさんがあちょっと面接したいからっていうので呼んでいただいて、で即その時に OK してもらって、面接受けたら OK してもらってっていうのがきっかけでみたいな。でも会社としてもここから、そうですね、もう今ずっとここにっていう感じになってるんで、はい、そういう結構そんな感じで服屋さんなんかもうちょっとなんかさ、いろいろあるのかなと思ったらタイミングというか、かよかったなっていうのも一つはあります。そうそう、古着屋のショップ店員になりたいって、もしかしたら履歴書持ってあのセーラーズの方にやってくればやってくれるかもしれないかもしれないっていう、100ではないかもしれないですけどね。なるほどなるほどなるほど。なんか取り扱いって買い付け店長さんがなんかこういうの入れてくださいとかってあるんですか？そうですね、やっぱりその時旬なアイテムをこうちょっとこう見てとか、あとお客さんからこうなんかこういうのありませんかみたいなの聞かれるのをこう覚えておいて、次のこう仕入れの際とかに社長オーナーにこう言って、こういうのをちょっと入れてみたいんですけどみたいな感じでこう話し合ったりもしてっていうのでこうねやってます。結構店頭とそのオーナーっていうか買い付ける人のギャップがある古着って結構あるじゃないですか。そうなんですよね。だからオーナーが勝手に入れてきたものを店頭はしょうがないから今回これかみたいな感じ、とりあえず並べといて。そうなんですよね。やはりオーナー自ら店頭に立ってるっていうのも一つ、うち、そうなんですよね。だから珍しいっすね。多い、大きい感じですね。やはりこうリアルな声を聞いて、やっぱこういうのがっていうのが、やはりこう他にない仕入れかなっていう、やはりあっち在中であっちにいる人にこう言うんじゃなくて、自ら立って行って買ってくるみたいな、なんかまた一つこう新しい、結構でも手間かかりますけど、そうですね、ですけどこうもう
20年、30年近くそういう職業、オーナーをやってるので、やはりこうプロだなっていうでもその大変なことしてるからこそやっぱどんな人が来ても楽しい古着屋っていうのがこだわりとあるのですげえなって思う本当に今一番持ってる中で、はい、これは死んでも手放されみたいなあります？でも手放さない、そうですね、何でしょう、今僕的にはちょっとこう、まあ、身近なものではあるんですけど、やっぱチャンピオンのリバースウィーブなんかは年々価値も上がってますし、やはりこう枚数も減ってきてる、そうですね、目つきのね、あのこうワンポイントだけのチャンピオンのロゴのっていうのは個人的には今集めてるというか、もうカラーリング豊富にこうちょっと集めてるなっていう感じで、ちょっとこう今チョイスしてるアイテムでもありますし、あとはちょっとこうヴィンテージアイテムで言えば、今日着てるようなペンドルトンのこう普通のチェックシャツなんですけど、シャドーチェックだってなってて、まあちょっとこう60年代前半あたりにこう作ってたようなシャツだったりっていうのは、やっぱりこう物もいいし、そうですよね、今にないような柄なので、やっぱちょっとこういうのを集めていきたいっていうので、こだわり持ってこう着ていきたいなってアイテムではあるんですけどね。あ、でもあと今60年代ってさ、今から考えたら何年前、60年前、70 50年前ぐらいですね。それだって俺たちがさ30歳とか40歳だったらもっと前のものそうなんですね相当すごい、ね、間違いないよ、すごいものなんですよ。今オールドって言われてる、だからそのレギュラーの商品、90年代とか、ね、そう90年代のものも俺たちが多分もうちょっと取ってきたら、まあヴィンテージの方に入ってくるものたちになるから、そうですね、今ねあえてそのこっち狙っといくのも若い人だったら全然ありなのかな、いいかなって思います。貯蓄したい、いやそれをこう秘めておくっていうのはすごいいいことかなっては思いますね。靴とかは何か好きなのあるんですか？僕もともとスニーカーからこう服好きになったっていうのもあって、もともとジョーダンとかやっぱこうハイテク系はすごく好きだった、90年代そうですね、あの辺の感じでこう好きだったんで、なんか服の雑誌からこうなんだろう、こう入ったっていうよりかはスニーカーの雑誌から、ああやっぱこうストリートな着こなしだったりとかっていうのをストリート、そうなんですよね、見てやっぱ90年代かっけーなみたいな、あでこう入ったのが一つで、やっぱスニーカーももう家帰ればちょっと箱をもしっかり取っときながら、あやっぱ中に入ってたこう包装紙も取っときながらちょっともう積み重ね積み重ねやってるんですけどね、やっぱそんな感じでスニーカーも結構好きですね。スニーカーはでも加藤ね、どっちだね、加藤って言ったらそうだよね、好きだね、うん、やっぱりなんか結構今復刻やっぱするじゃないですか、そうするとやっぱ余計オリジナルの価値が上がってそこがやっぱちょっとねスニーカー好きのねオリジナルと復刻のあれなの、なるほどなるほどなるほど、買いたいけどでもなこれ復刻だしなってちょっとこう思ってしまうところがあるんですよ。やっぱ好きだとねこだわりがそこまでやっぱ、どうせならやっぱオリジナル欲しいなっていう、まあ、手に入れなくても一回ちょっと見てみたいなみたいな、ね、そうなんですよ、感じになっちゃうんで、なんかそこがちょっと難しい感じ欲しいけどみたいな好きが有名のそうなんですよね最後に、ナビさんの今日のコーディネートを紹介してもらおうかなどんな感じの今日はあの装いを着ていらっしゃるのかっていうのをちょっと伺ってもいいですか？いいですよ。一応今日はですね、ちょっと雨かじな感じでこう渋めな感じでちょっと今日着てみたんですけれど、上がやっぱりペンドルトンのチェックのシャツ、これ60年代ぐらいのシャツっていうのと、まあパンツが501のレギュラーですね、もうアメリカ製の、まあ、90年代後期ぐらいなところの感じのパンツになってて、色落ちがすごくいいところに、足元はまあ、レザーシューズをちょっと持ってきてみました。あんまりこう普段履かないんですけど、最近ちょっとこうレザーシューズも履いてみようかなっていう感じで、気分ですね、そうなんですね、なんかこうちょっとこっちも行ってみたいなみたいな感じで、アレ・エドモンスのちょっとこうウィングチップな感じでこう履いてますけど、かっこいいな、ちょっとこうブラウンで挟んでみましたそんな感じでこうまとめて感じですね。ありがとうございます、ありがとうございます。いやいろいろ
聞いてこれましたけれども、はい、いや本当にでも、ナベさん本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。またね、あの多分カツオもコウキも個人的に多分、はい、セラさんにはね、ぜひぜひ個人的に普通にお世話になってくるとは思うんですけれども、よかったら視聴者の皆さんも、まあ今日ね、せっかくインタビューでいろいろ聞けたこともあるので、まあ、セラさんのこだわりであったりとか、まああの高円寺の良さとかもいろいろ伝わったと思うので、ぜひ一度高円寺に来てセーラーズさんの方に足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、本日も動画ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価と、あ、よかった、高評価とチャンネル登録の方もお願いいたしますということで、ムーマスでした。